暑い中、皆さん、水戸黄門祭りに来て、お祭り楽しんでますか？イエーイ、楽しんでるか？よかったよかった。私も終わったらお酒飲もうと思います。ビール飲みたいわ。あ、こう見えても二十歳超えてるので童顔って言われるんですけど、そこで爆笑してる方がいますが、二十歳超えてます。22歳、シンガーソングライターやっております、橋本梨沙と申します。ありがとうございます。途中から来た方もいると思うんで、改めて自己紹介すると、普段は、東京で、広告代理店で働きながら、週末とかで歌を歌っております。水戸は高校生の時からそっちの3丁目の、水戸ソニックさんとか、もうなくなっちゃったけど3丁目劇場さんとか、あと水戸ライトハウスさんとかでずっと活動してきました。で、最後の曲は、今私の音楽活動の軸となっているテーマを元にした曲を歌いたいと思います。音楽ずっと好きで続けていきたいなと思ってるんですけども、その活動の軸というのは、音楽を通して交流を広げていったりとか、地域を盛り上げていきたいっていう思いがありまして、音楽はその中の一つの手段として、今活動しております。なので、こうやって地域のイベントに呼んでいただいて、皆さんと出会えて、こうやって歌わせてもらえるのがすごくすごく幸せで、今日も楽しみにやってきました。で、CD も何枚か持ってきてます。後ろに、フライヤー、ちょっとここに見えないと思うんですけど、フライヤーも挟んでるんで、こういうフライヤーがあるんだよというので、フライヤーも順に持ってって、SNS とかチェックしてもらえると、そして声かけてもらえるとすごい嬉しいです。最後に、大切な町、地元とか、あなたが好きな町を思って聴いてもらいたい曲です。街つながる、好き広がる。